横になるのはベッドでもお布団でもヨガマットでも OK。 ゆっくりやっていきましょう。まずはふくらはぎをリリースします。1日ね、どうしても立ってると足は疲れるし、実は座ったままでもね、足の方にどん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 血液が行ったまま戻ってこないので足がむくんじゃうんですね。もみもみするようにね、寝たままできてすごく楽なので、ちょっと痛気持ちいいぐらいの感じ。こっちの外側をやったり内側をやったり、私やっぱね内側は痛いんですよね。人によって痛い場所が違うので、いろいろちょっと方向を変えたり、上の方とか下の方とか、あーここ硬いなってところをちょっと念入りにやっていきます。はい、じゃあ反対の足いきましょう。結構ね、右と左で左右差がある人もいますよね。内側の方、この骨のこの辺ですね、骨の内側、この際のとこら辺に、私はすごくここがよく痛くなるんですけど、痛いですね、今日もね。あと逆に外側に重心がかかってる人は、この本当に外の骨の上あたり、この辺も硬くなってる人が多いので、ここもねしっかりゴシゴシとリリースしていきます。止めたまま足首をこういう風にちょっと動かしても気持ちがいいですね。痛すぎない程度にやっていきましょう。はい、 OK です。じゃ軽く足を開いて股関節を内側に倒していきます。このね、足の付け根のここの部分ですね、どんどんね固まっちゃう、動かないとここの部分はどんどん固まっちゃうので、寝る前にしっかり一度動かして緩めておきましょう。一日ね、座り仕事の方なんかはずっと座ってこういう風に固まってますから、ね、やっぱここ詰まっちゃうんですよね。寝る前にちょっと動かして血行を良くしてあげるだけで明日すごく楽になります。はい、 OK です。今度は足を閉じて内ももを動かしていきます。内ももとお尻を使いますね。これちっちゃい足パカをやってるようなものなので、ほんとね、内ももにしっかり効きます。こう触ってると内もも使ってる感じありますよね。結構内もも疲れますね。はい、疲れたらそのまま開いてゆっくり深呼吸しましょう。じわーっと伸ばします。はい、OK。一度閉じて、右足を左足の上にかけて、そのまま右側にゆっくり倒していきます。前のね、脇腹のあたりだとか、こっちのお尻の上の方が伸びてますかね。意外とこの脇腹ってすごく硬くなってるんですよね。ちょっとこうやって揉みながら伸ばしていくと、より伸びやすくなります。ここが硬いとやっぱりね、くびれがなくなっちゃうので、よく伸ばしましょう。少し気持ちよければこういう風に少し揺らしてもいいですね。はい、足を外して元に戻します。今度反対の足ですね、乗っけて反対側に倒します。この辺硬いなって人はちょっと脇腹を掴んでもみもみしましょう。気持ちいいっていうぐらいにやってくださいね。頑張らない、ストレッチは頑張らないで、今日一日頑張った体を癒してあげます。はい、 OK。 足を外してゆっくり元に戻りましょう。でもう一度右足を左足の上に乗せて、今度は膝を開いてる状態で左足を抱えていきます。右足のね、このお尻の部分、この辺が伸びていきます。ここはね、本当に伸ばしておかないとどんどん硬くなって、このストレッチがやっぱね、硬くて辛い方は膝が痛くなったり腰が痛くなったりすごくなりやすいです。持つのも大変っていう方は別の動画でね、こうタオルリリースっていうのをやってますから、タオルリリースして柔らかくしてからもう一度ストレッチをやるようにしてください。
はい、戻して反対の足いきましょう。左足を右足に乗せて、右足を持って胸の方に近づけます。でゆっくり深呼吸しましょう。顔をしかめないぐらいの強さで、でもあ、お尻が伸びてるなーって感じてくださいね。この感じることが大事です。ただ形作ってて何もよくわかんない、なんか大変だけどわかんないっていう感じじゃなくて、ここが伸びてるなーって感じてくださいね。それがストレッチをね、上手にやるコツになります。はい、 OK です。ゆっくり戻りましょう。はい、ここからタオルを使ってももの後ろを伸ばしていきます。できるだけ指の方の近くにタオルをかけて、下からゆっくり持ち上げて、ももの後ろが伸びるなーってところまで来たら、ゆっくり足を動かしていきましょう。はい、この辺がね、伸びてる感じがあると思います。膝とつま先の向きがね、同じ方に向いているように気をつけてくださいね。こう内側に回っちゃったりしないで、まっすぐ伸ばします。で、ぐーっと止めて頑張ってると逆に力が入っちゃうんで、少し動かすぐらいの方がいいですね。で、今度膝を曲げ伸ばしして、裏側を伸ばしていきます。はい、今度つま先を曲げたり伸ばしたり動かすと、今度ふくらはぎのね方がしっかり伸びていきます。足の上げる場所は人それぞれ、この辺でもきつい方もいるし、もっとぐーっていく方もいますから、自分がここら辺で限界だなってところでやれば OK です。はい、じゃあ右手でタオルをまとめて持って、右側にこう開いていきます。左手でこっちの足を押さえておくと伸びやすくなります。ふー、内もも伸びる。気持ちがいいところでゆっくり息を吐きます。ふー、はい、ゆっくり戻って、今度左手で持って左側に倒していきます。そうすると今度ね、お尻からももの外側が伸びます。右手は外側に開いておきましょう。ゆっくり深呼吸。はい、ゆっくり戻ります。では反対の足いきますね。タオルで持ってるのがきつい方は、こういうねストレッチロープを使うとすごく楽にできます。ロープを指の付け根のところにかけて、こうね、穴が開いてますから、ちょうど持ちやすいところに手を引っ掛けて、こういう風に上げていくと力入れないで持てるので、このロープがあるとすごく楽です。もちろんタオルで大丈夫な人はタオルでもいいし、もうね、ストレッチタオル持ってるのきついよって人は説明欄に貼っておきますから、ぜひね、このこういうロープをね購入してやっていただくとストレッチがすごく楽になります。ゆっくり動かして力を抜きましょう。はい、膝を曲げ伸ばし、膝の向き気をつけてくださいね。まっすぐ顔の方に向けます。で、足首を曲げ伸ばし、ふくらはぎが伸びます。むくみのある方はね、ふくらはぎしっかり動かしましょう。はい、で左手にまとめて、左側に大きく開いていきます。右足は右手でこっちに押さえておくと伸びやすくなります。あー、内もも伸びる。ふー、気持ちいい。ふー、このね、呼吸が大事ですね。息を止めないでゆっくり伸ばしていきます。はい、反対です。右手で持って右側に倒していきます。左手は反対に伸ばします。お尻からももの外側が伸びます。ふー、はい、OK です。で、そのまま横向きになっ
て、上の足の足首を持って、ももの前側を伸ばしていきます。かかとをお尻にくっつけたまま、後ろに膝を引くんですが、ぐーって反っちゃうと、腰がね、反っちゃってこっちが伸びないので、おへそを見るように体丸くしながら反らないで、足だけ後ろに引いていきます。そうすると、ももの付け根から足までしっかり伸びていきます。息を吐いて、ふー。ももの前ね、必ず腰が痛い人、あと反り腰で悩んでいる方は、絶対ももの前は伸ばしてください。はい、ゆっくり戻って、反対を向いて、反対の足いきます。足首を持って、背中はちょっと丸く、お尻にかかとをつけて、そのまま後ろに引っ張っていきます。腰がこう反りすぎて顎が上がらないように、おへそを見るように丸くなったまま膝を後ろに引いていきます。ふー、ゆっくり息を吐いて、はい、 OK です。じゃあ今度そのままうつ伏せになります。うつ伏せで両手を横に広げて、右足を左側にぐっと大きく持っていきます。足は伸ばしても曲げてもやりやすいところで OK です。そのままゆっくりと深呼吸をしていきます。体のね、前側をしっかり伸ばしましょう。左のね、胸も伸びてるはずです。はい、ゆっくり戻ります。で、反対です。左足を反対側に、よいしょ、持ってって、ふー、ゆっくり息を吐きます。このね、前側、ここが硬いと仰向けで寝た時にね、なんか違和感があって寝づらくなるんですね。前側をしっかり伸ばしておくと、仰向けで大の字で寝ても気持ちよく眠れますから、体のね、前側もしっかり伸ばしていきましょう。はい、OK、ゆっくり戻ります。はい、ではそのままもう一度下を向いて、おでこの下に手を置いといて、両膝を曲げます。で、膝をくっつけた状態で左右に行けるところまで倒します。これもね、前側を緩める体操です。あんまり動かない人はちっちゃくでも OK です。大きく動かせる人は大きく動かして伸ばしていきましょう。はい、OK です。軽く上半身を持ち上げて、ゆっくり深呼吸します。お腹のストレッチですね。腰が痛い方は無理しなくて大丈夫です。軽くね、この辺でもう伸びてるなっていうことは十分。もっと行きたい人はぐーっと手を上げて、手をついて上に伸びても OK。はい、ゆっくり戻りましょう。では、仰向けにもう一度寝てみます。さっきよりも楽に寝れるようになったでしょうか。はい、では体をゆっくり伸ばしていきます。肋骨と骨盤をできるだけ遠くに離しましょう。お腹触ってみるとすごくぺっちゃんこになってるはずです。肋骨と骨盤をしっかり遠くに離すことで、どんどんウエストが細くなっていきます。ふー、遠くに離して、右側だけ伸ばします。右足を遠くに、右の肩をぐーっと遠くに、右のね、脇腹をしっかり伸ばしていきます。ふー、息を吐いて気持ちよく、お腹細くなれーと思いながら伸ばしましょう。はい、反対、
左側をぐー、左のかかとを遠くに押し出して、右の肩をぐーっと遠くに上げて、左側ウエストを伸ばしていきます。ゆっくり目を閉じて遠くまで伸ばしましょう。はい、両方交互に右側、左側、右側、左側伸ばしていきます。そう、肋骨と骨盤が離れることでどんどんお腹が細くなっていきます。はい、両方遠くにぐーっと最後伸びます。はい、 OK です。では両膝を曲げて頭の横に手を置いて、頭を少しね、こういう風に頭の皮をゆっくり緩めます。あー気持ちいい。こうね、手でこう押さえて後ろ回しに頭を緩めていきます。この辺がね、どうしても硬くなってると熟睡の邪魔をしますから、耳の前のあたり、上のあたり、少し後ろの方、こめかみのもうちょっと上の方、気持ちがいいところを見つけて少し手でマッサージしましょう。あー気持ちいい。軽くでいいですよ。軽く皮を動かすだけで十分柔らかくなります。こう指でこう押さえながら回しても OK です。はい、 OK です。ではお腹に手を置いてゆっくり熟睡呼吸していきましょう。最初は腹式呼吸、ゆっくり息を吸ってお腹を膨らませて、はい、吐きながら、ふぅ、お腹がへこんでいきます。息を吸って、はい、ゆっくり吐きます。吸うときは鼻から吸って、口をすぼめて口から吐きましょう。はい、そのまま深呼吸を続けて、膝を伸ばしたい方は伸ばしても OK、 曲げていった方が気持ちがいい方は曲げてても OK です。足を伸ばす方は伸ばして気持ちがいい場所に置いて、手もお腹じゃなくて下がいい方は気持ちのいい場所に置きましょう。そのままお腹に手を置いていても OK です。もう一度鼻から大きく吸って、一度止めましょう。2、3、4、5、口から。ゆっくり長く、細く長く吐いていきます。はい、もう一度吸って、止めます。1、2、3、4、5、リラックスして吐きます。はい、吸って、たくさん息を体の中に入れたら止めて、口をすぼめて針を刺すように、細く長く吐いていきます。そのままゆっくり深呼吸を繰り返します。息は止めても止めなくても OK です。ゆっくり吸って、鼻から息が入ってくるのを感じて、口をすぼめてゆっくり吐いていきます。
少し口角を上げて笑顔を作りましょう。いいっていう顔ですね。こういうふうに口角を上げると自然になんとなく幸せな気分が湧いてきます。口角を上げてほっぺに力を入れるとね、なぜか頭からいいホルモンが出てきて気持ちが良くなります。ゆっくり深呼吸しながら少し笑顔を作ります。はい、自分がね一番お昼寝に最適な場所だなーって思うところに行ってお昼寝してるような気分になるのもいいですね。広い草原なのか、波の音がする浜辺なのか、ご自身が気持ちよくお昼寝できる場所に行ったと想像しながらゆっくり深呼吸をしていきます。そうすると自然にちょっとね笑顔が出てくるかもしれません。お疲れ様でした。明日もいい日になりますように。うーくくん、おやすみなさい。三日坊主でなかなか運動が続かないとか、長い動画は私は苦手というあなたのために、みっこ LINE 公式アカウントがリニューアルしました。はい、なんと今回のリニューアルで新しくみっこハッピーストレッチが追加されました。1日1回みっこハッピーストレッチをポチッと押していただくと、短いね1分とか2分ぐらいの短い動画が流れるので、それをね1日1回みっこと一緒にやって、やったよってスタンプが押せるんです。もうこれがいい。昔のねラジオ体操やってた時みたいにスタンプをポチッと押していくと、なんかよしよしあってやろうってやる気になるじゃないですか。それでぜひ毎日1回ストレッチを続けてください。そしてなんとなんと、さらにこのスタンプカード頑張って貯めてもらうと豪華プレゼントがもらえます。プレゼントの内容はね、ぜひ LINE 公式アカウントの方を見ていただくと分かりますから、 YouTube のタイトルの横に矢印があるので、矢印のところをねポチッと押してもらうと説明の欄が出てきます。そこから LINE 公式アカウントをさらにポチッと押していただいて、 LINE でお友達になってください。毎日ちょっとだけでもね運動する習慣をつけて自分に丸をしていきましょう。